皆さんこんばんは中西ゆりです偉人素顔の履歴書アフタートークえ番組の収録後に番組の中ではご紹介しきれなかったエピソードを各先生にたっぷりとお話ししていただくコーナー YouTube の偉人こぼれ話のお時間ですさあ今回の撮影はこの人物でした北条早雲 ただこの方条宗雲という名前は実際には名乗っていなかったというのは結論付けしました。伊勢、ねえー、シンクロ合して宗雲安宗、えーえー、随ですね。うん、だから本人が名乗っていた名前としては伊勢シンクロか伊勢宗随。そうですね。という名前だったということですよね。すねはい、結構こう有名な武将だけど謎が多い人でもあるんですよね、うん。まあいまだにね書説ありますね。うん 長生きしたがゆえに、えー、もっと若かったんじゃないかという人も学会にはいるようですけれどねああまあ私どもの認識としてはその長生きしたむしろその人間50年と言われた戦国時代にですね、えー、その え、ここまで長生きして、しかも晩年になればなるほど輝いた人っていうのは。極めて珍しいんではないかなという気がしてますね。うんしかも、こう、今の時代のこの下克城の象徴的な存在になっているわけです、ねうん。そうですね。えー、都市空研。まあ、えー、伊勢、えー、家というものの出身であるというのは持ってましたけれども。実兵力というものもほとんど持たないでですね。下克城を先駆けて、えー、箱根の席を食えたと。そして、その戦国大名を先駆けたというのは。 すすごいいと思いますね,うすねこう長寿でしかも高齢になってからも活躍し続けたというところからはなんか人間50年と言われた時代に50から活躍したような人ですからね、はい、今なら、えー、人間100年の時代ですから80を過ぎてからまだ輝くというそういうふうに考えてもらえればいいんじゃないですかね。はい さあその北条総運編ですが3月5日土曜日夜8時 BS11 で放送ですさて偉人こぼれ話のコーナーです過去に番組で取り上げた偉人をテーマに番組の中では紹介しきれなかったエピソードを先生に語っていただきます今回のテーマはこの人物です 去年12月に放送しましまた最後隆盛もあの本当に明治維新の立役者だったのにも、まあ、最後は結局明治政府と戦ったという、まあ、そういう波乱の人生だったと思うんですけど、はい、先生から見て少しこう付け足しておきたいなという部分はありますか、はい、あの最後はですね、えー、自らの,その死に場所を求め続けてたんではないかなあの戊辰戦争の時。 え江戸無血会除をやった後にですねなんとか国に帰らせてやれなかったかなと、まあ、帰りはしたんですけれども、えー、彼のネーム名前の方がですね政府の信用よりも高かったもんですからね結果的にに新政府に引っ張られる形で中央へ出てしまいまいすあのまま出ないで、えー、狩りをしながらあゆっくりとその余生を送らせてやりたかったなとその思いがやっぱ大きいですね。 あの西郷隆盛という人は主君である島津成明の考えた明治維新それを実現しようとして、まあ、一緒に命けけで頑張ったわけですよねところが成明が引いた路線をひたすら走ったけれどもその出来上がった政府をどういうふうに作っていくかというところまでは成明に聞いてないわけですね。学んでなかったしかもそのモデルケースを持たなかったというところが、まあ、西郷の悲劇でもあったわけですけれども。 あと、その盟友である大久保利通に託して、彼はさっさとあの国へ帰りたかったと思うんですね。それがやっぱ帰りきれなかったところが、やはり彼のえ何、ー、て言いますか？全て語ってるな。その、えー、安政の大国以前から生き残っている獅子というのは、もう西郷さんしかいないわけですね。 橋本早苗や吉田松陰という立派な人たちは、みんな、あの桜田門外の変でやられた井伊直弼にですね、安政の大国で殺されてますよね。生き残ったがために、名前だけがその広まってしまうわけですね。その結果、その西郷が求めたとは思えない明治を迎えることになるわけですね。もうね、残念でならないんですね、うん。西郷さんは、そのどんな明治政府を目指していたんでしょうか、うん。 彼が目指したのは中央集権化、国民というものを作って国民一人一人が国を守るという形を日本が取らない限り欧米列強の植民地化政策から逃れられないというのが島津成明らの結論だったわけですね。中央集権化を急いで国を一つにまとめるこのために一生懸命彼は頑張ったんですけれども、えー、出来上がった政府を見たらですね失望以外なかったわけですね。 それはどういうところに失望したんですか。うん、まあ誰でもそうですけれども、えー、急に出世したりするとですね、おごるんですね。<ー>えー、そして、えー、その勤労の,の志士として命をかけて働いてたはずの連中がですね、えー、国家の、えー、官僚になったりですね、政治家になったりすると、急にその偉そうにですね、あ,<ー>あの周りをかこあのなんてますか、えー、服装や家やいろんなものに構え始めるわけですね。 何のための明治維新だったのかという思いが西郷さんは非常にやっぱ強かったんだと思いますね。あの同じ同郷の大久保利通とは最終的にはどういう関係だったんですか、はいうん、あの割と誤解されている方が多いんですけども西郷が一番期待したのは大久保なんですね矢、えー、に下る時に一番最後に会いに行ったのもやはり大久保だったんですね。で大久保はいつも言うんですね。あなたはいつもその逃げると で逃げる前に私とこへ来て後を頼むというと託されるこっちの身にもなってほしいということを言うんですけどね。<laughs> あ<ー>まあそのぐらいあの二人は実は仲が良かったんですね。なんとなくねこう仲悪かったんじゃないのみたいな、うん、そんな雰囲気もね、はい、あるんですけど、本当はそんなことはなかった、ね。正関、うん、論争で敵味方には分かれましたけれども、それよりも長いその活躍期間を共に命をかけてますからね。うん、この二人が揃わなかったら明治維新はまず実現してなかったわけですね。うん だから最後は国へ帰ってもですねもし大久保が失敗したら行き詰まったならば自分が中央へ出ていけばいいそのぐらいの感覚だったと思うんですね。ああすねにもかかわらずその西南戦争にになっってしまった。私はもう本当あの時ね一つ思うんですけどね勝海舟がもし全権を委任されて乗り込んだら西南戦争は止められたんではないのかなと。ああ そうですか勝海舟が最後高森を止められたということですか、はい、あの江戸無月海城の形を変えたものがあの鹿児島でえ起こったんではないのかなと、うん、そういう気がしてならないんですけどね結局海舟は行くことを阻まれる、えー、また大久保も行こうとしたんですけども阻まれる、えー、あの皆さんが知ってるとおりの結末になってしまうわけですね。うん 最後高森はどうして、それでもその西南戦争に踏み切ったんでしょうか。うん、あの、ええ、ええ、なてますか鹿児島にあった火薬庫が、その、えー、襲撃された。で、もともと考えてみると、おかしな話なんですけども、明治政府が誕生するまでに、あの火薬庫というのは、鹿児島藩のものなんですね。鹿児島のお金で、その、あがなってきた火薬庫なのに、政府が勝手にそれを危ないからって、撤去しようとしたわけですよね。それに腹を立てた気持ちもわからんことない。 逆に言うとまあ挑発したんでしょう。それに乗ってしまったわけですけれども、<ー>乗ったということを聞いたときに最後は自分の体をもうみんなにあげると、もうあそこで彼はもう決めたと思いますね。うん、もう自分が死んでみせるしかこの終わり方はないということだと思いますね。だから本当に挑発に乗ったっていうことではなくて、まあ、ある意味自分が犠牲になることで終わらせようというそういう覚悟。あの挑発に乗ってしまったことをもう仕方がないと捉えた上で、えー、自分が最後死ねば。 何とかか収支が合うのではないかそういうふうに考えたんではないか。というのは西郷隆盛というのは実にあの理数系の頭のいい人で軍略標本にかけてては達達人の意してたと思うんですねだからこそ戊辰戦争も勝てたわけですけどもその彼が西南戦争に関しては何一つその指示を出してないんですね桐野利明が一人であの指揮しただけで西郷はいいとも悪いとも言わないでただただ沈黙してついていったわけですよねその辺見てもですね。 最初から彼はその戦う意思を持ってなかったんではないかなそういう気がしますね。そういう部分もあると、まあ、ある意味、まあ、勝てないと分かっていたけれども戦いに行ったという。な、うん、なんとかか最終的な結末をつけたかったっで最後は自らが亡くなることによって、えー、鹿児島という最後に残った、えー、反政府のエネルギーの塊ですね。 これをあの、えー、除,去除去しようとしたんだと思うんですけれども、もしねあのまま西郷が死んで大久保が死ななかったら、その後も新政府に対するテロ行為というのは引き続き、えー、長くを引いた可能性があるんですね。ところがその翌年に大久保利道が今度暗殺されますね。私はねあそこで長尻が完全にあったのではないかなと。その後に伊藤博文なんかが横滑りして大久保の代わりをやるんですけれども、別にあの襲われてませんしね。 だからそういう意味で言うとあの二人名優である西郷,西郷と大久保というのはうまいようにその抱き合うように抱き合い心事をするようにして明治維新を一つ、えー、進歩させたのではないかな。いかただあの大久保が亡くなった後に留学から帰ってきた人間がその、えー、内務省を訪ねね。るんです、ね、内務大久保は内,内務卿でしたからそしたら、えー、その大久保がいた時はその内務省というのはしーとして いるかいないかそのその静けさで分かったっていうんですね。<ー>で大久保がいる時は聞こえてくるのは彼の靴音靴音だけだったという、ね。<ー>それがそのガヤガヤうるさいとなんかとても同じショーに来たとは思えないと。でその帰ってきたという挨拶をしに、えー、その内務教室行ったらですね。なんと大久保の代わりに座っている伊藤がですね昨日遊んだ芸者の話をですねあの井上顔としているわけですね。<laughs> それを見た留学に行った官僚はこう言ってるんですね。明治は誤てりと、ああし間違ってしまったんじゃないかと。どうもねそんな気がしてならないですね、えー。得をしたのは伊藤であり、伊藤はその後頑張って大日本帝国憲法を作ったりするんですけれどね。果たして大久保が生きてた場合、えー、違うあの展開があったような気もするわけですね。うそうかもしれないまあそういう部分も含めてこうドラマチックな。 まあそういうい西郷隆盛大久保利通もそうですけど、はい、まあそういう,こう幕末の最後という感じがしますねですからその、えー、この番組を見てくださる皆さんはそれぞれの,あの、えー、感覚で見ていただきたい、うんえー、賛成も反対もいろいろあると思います私どもがやってるのは一つの試験でしかないわけなのであの自分はこう思うって大いにいいことだと思いますのでその広げてもらって何、えー、て言いますか判,判断の 基準をもっと持っていただければそれに越したことはないなと思ってるんですけどね、はい、ここからは視聴者の皆様から各先生に寄せられた疑問・質問にズバリ答えていただきます <music> え題して教えて各先生のコーナーですでは早速番組サイトに寄せられた質問をご紹介していきます福岡県にお住まいのペンネームゆきさんよりいただきましたありがとうございます 有名な歴史上の人物のストレス解消リラックス方法はということで、まあ、江戸時代は短命でしたがその中でも長寿だった有名な歴史上の人物がしていた健康法があれば知りたいですということです。はいあの江戸時代は短命でした確かにその通りなんですけれども数字というのはそのある種マジックなところがありましてですね幼児死亡率を加えると確かに江戸時代は短命になるんですね。 今でもあの七五三という言葉が残ってます。三歳までは無事に育ってほしい。そして三歳まで生きたら何とか五歳まで生きててほしい。でならば七歳までという七五三というのは実は江戸時代までずっとそうなんですけれども、中世を通じて子どもの成長を願うねその、えー、幅を言ってるわけですね。七歳まで生き残ってようやく人間扱いなんですね。じゃそれだけその幼い時に。 死亡してしまう確率が高かった,かった、ね、ということですねしたがってその数を入れてしまいますととんでもなくその平均寿命が下がってしまうわけですねしかし長生きをしたということで言うならば 健康寿命ということで言うならば、江戸時代も今日もさほど変わってないんですね。実は。そうですか。確かにあの、この番組をしていて、あの、特にあの戦国武将でも、ね、七十五まで行きました。とか八十までとか、なんかそういうのを聞いてると、あ、思ったより長生きなんだ。はい、人生五十年と思い込んでたんで、戦国時代って、うん、意外とと思ったんですよね。まあ、戦国時代は戦争をやってましたからね。合戦で亡くなることもあったかもしれませんけども。 信繁いわゆる俗称雪村のです、ね、お兄さんの信行は93まで生きてますしね。着長生きですよ、ね、でその大久保彦左衛門という講談、えーまあの,の世界が作ったヒーローですけれども彼なんかもその文句言いながらも80まで生きてるわけですね。<ー>だからその決してその、えー、戦国だから江戸時代だからといって長寿の人がいなかったわけではない。ただそれぞれが長寿であるための工夫はしてると思いますね。うん 例えば信長はどういう健康上の工夫をしてたかというと狩りをすること汗をかくこと馬をその攻めることですね体を動かすことが健康にいいという発想を彼は気が付いてた可能性がありますね。で秀吉はそれこそ信長に酷使されましたからなかなか余暇を取る時間がなかったんですけれども天下人となっっててからはあの温泉に使ってますねで武田信玄も温泉が好きでしたね。 あの、取り上げた北条早雲もそうでした。あの、温泉に浸かるというのは、当時の療養としてはすごく、あの、幅広く。えー、やられてることですね。リフレッシュすると言いますかね。ねあの、そういうことがありますし。で、家康に至ってはですね。今日的に言うなら、もう健康オタク以外の何者でもないですね。みたいですね。ありとあらゆることをやってますね。はい、で、彼は、その、えー、今のゴルフに相当する狩り、えー、ですね。 えー、鷹を使っての狩りに行くんですけれども、で狩りというのは獲物があのいないときっていうのはもう途中でやめるわけですね。えー、ゴルフを半分でか上がるようなもんですね。<laughs> ところがあイエスという人は決められた構想決められた通り回って帰ってくるんですね。<ー>でたとえ獲物がいなくてもですね。なぜならばその決められて通り動くことが体にいい汗をかくことがいいんだということを彼は知っているわけですね。で自らが定めた弓あるいは鉄砲 あるいはその刀ですねそういうその稽古も朝ちゃんとやるわけですね一番驚くのは医師団がいるんですけれども彼らよりも医学知識は家康の方が高いんですねあ,あ、そうなんですねあれほど健康に気をつけた人はいないと思いますねああやっぱりこう寿命だけはどうにもならないという先生をおっしるじゃないでか、うん、ところが家康という人は自分の寿命が徳川幕府を支えているという思いがあるんですね だからその大切さ健康の重要性を分かって、うん、この人ほどこだわった人はいないと思いますねでもそこ大事ですよね、うん、確かに自分がね、1日でも長生きすることがその分だけ徳川幕府を長生成することにつながると考えるわけですねしたがって彼は本当に医学知識を駆使するんですけれどね思いますけど今もし彼が生きてたらねもう人間ドックですね、えー、ノードック。 もう定期的に通ってですね。どんなちょっとした？その症状でもですね。見逃さないで全部潰していく徹底して、それをやったんじゃないかなって気がしますね。ねそうかもしれないですよね。で、まあ、江戸時代に入った人間もそれぞれ健康に気遣ってますが、大久保彦左衛門という人はその三河物語ということで、ま幕府を批判しながらあの生きたんですけれども。 まあ、ストレス解消にですね、文句を言うというのも、あの、健康法の一つであったかもしれませんね。ああ、そういう何か記録が残っているんですか <laughs>。三河物語という有名な、あの、手記を彼は残したんですけれども。それがあまりにも、その、激烈にですね、幕府を批判しているもんですから。<ー>後の天下の御意見版という、あの、講談の世界における。えー、大久保平子左衛門が誕生するわけですね。そうですか。いや、そういう意味で言ったら、こう、温泉に浸かるとか、うん、あと。 そういう愚痴を言って発散するとかって、はい、なんか今とそんなに変わらないなっていう感じが、うん、しますね。なおかつ足しますとね今も昔も変わらないのは素食であることですねあ<ー>これはあの皆さんが実践してますね。でその腹8分目がいいんだという昔から言われてることを実践する人ほど良かったで新規なものをできるだけ食べないというのもどうも共通点には一つ挙げていいかもしれませんね。 これはぜひ、ね、今を生きる私たちも、はい、あの参考にしたいなと思います、はい、各世代ありがとうございましたさあ各先生へのご質問は BS11 のホームページから投稿していただけますえ皆様からのご質問お待ちしておりますそして偉人素顔の履歴書は毎週土曜日夜8時から全国無料放送の BS11 で放送中です放送では素敵なプレゼントが当たるチャンスもありますのでぜひご覧ください そして YouTube でお楽しみいただける偉人こぼれ話は毎週火曜日に配信です合わせてチェックしてくださいそれではぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますではまた次回お会いしましょう、はい